ク質が取れるサラダとタンパク質が取れるサンドイッチ、和風ツナマヨネーズ、ちょっと大きめのやつ、このサラダはですね、以前お客様に差し入れいただいたサラダなんですけど、ね、タンパク質が取れるし、味もめちゃくちゃ美味しいし、これはね、おすすめ。美味しいんですが、まあ、1個400円ぐらいするんで、まあ、ちょっとね、サラダに400円かわなーなんてのは思わなくもないんですが、まあ、でも400円以上の美味しさはあると思います。これもお客様から初めていただいてハマってるやつですね。タンパク質が取れる昆布サラダ、全粒粉っぽいパンに鶏胸肉のローストしたチキンと卵が入ってるんですけど、これ一つで、タンパク質がですね 24g 取れるということで、かなりタンパク質が、取りたい方にとっておきのパンじゃないかなと思います。これは367円、まあ、カロリーが246kcal なんで、まあ、小食の女性ならお昼はこれ1個でいいかなと思いますけど、まあ、僕みたいな結構大食いの人はこれ1個は足りないと思うんで、そうなるとちょっと割高かななんてのは思わなくもないですね。さっきのタンパク質を取れるパンよりカロリー高いです。ごちそうさまでした。おめでとうございます。ガキ使うぐらい。ライジ見てない。ライジ。教育の。豪勢な。ありがとうございます。見せるのも好きやな。え、あれがあれ？あの。いいやろ、天性やね、すごいわ。ね、絶対すごいよね。